ちは、今回ですね、不正アクセス禁止法についていくつかお話ししていきたいと思います。不正アクセス禁止法とは、インターネット等の通信回線を通じて、管理権限やアクセス権が与えられていないものが ID やパスワードなどの不正利用や不正搾取などを通じて、コンピューターなどの電子機器にアクセスした場合、処罰されるという法律ですね。はい、じゃあ具体例をちょっといくつかお話ししていきましょう。まず不正侵入行為ですね。これはもう分かりやすいもので、 ID とパスワードを設定されているパソコンやサーバーなどに、権限がないにもかかわらず侵入を試みて実際に侵入する行為ですね。情報を閲覧したり、盗み取ったりしていなくても侵入そのものが、処罰の対象になります。はい、次に、他人の ID やパスワードの取得ですね。権限がないにもかかわらず他人の ID や、パスワードを不正に取得する行為ですね。例えば、社内サーバーなどに保存されているパスワード一覧を取得したりだとか、あと紙で印刷管理している ID 一覧やパスワード情報などを、閲覧したりコピーしたりする行為が、処罰に当たります。はい、で最後に ID を、不正に取得するための、手段の構築ですね。ID やパスワードを不正に取得することを目的として、 ID やパスワードの入力を必須となるウェブサイトを立ち上げて入力を求めたりだとか、メールを送信して入力を、求める行為が処罰に当たります。これらの、防御対策としては、複雑なパスワードの設定や、あと ID やパスワードの定期的な変更、あとは、ID やパスワードの貼り付け禁止などが挙げられます。サイバーセキュリティに関する法律が整備されているということは、不正アクセス等のサイバー攻撃は増えているということですね。はい、常に油断することなく、不正アクセスから貴重な情報を守りましょう。以上です。